帰ってきたのよ、寒かったわ。ということで、今日はこれから今度の木曜日のご紹介する商品を皆様にご説明させていただきますね。どうぞよろしくお願いします。さて、これから来週の商品アップのご紹介しますね。どうぞよろしくお願いします。じゃあ、雑用係さん。はい、ちょっと遅刻よ。すいません。ちゃんと時間通りに来てちょうだいね。はい、すいません。はい、じゃあよろしくお願いします、はい、バトンタッチよ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でまずは、マリメッコの布からご紹介でございます、はい、こちらはマイヤイソラのニミッコ、再販生地になります、はい、グレーとホワイトのストライプでございます。皆さん結構ね、結構ありますね、うん、で上下が縫製されてます、はい、で、左右が耳になります、はい、でこちらにロゴがついてます。ロゴ付きですね、はい、あります。テーブルセンターとかとか、はい、これもおすすめでございます。はい、とても爽やかな感じがしますよね、はい、で同じものは2枚ございますね。コンディションが違いますので必ずコメントの方をお読みください。はい、でこちらはフィンランドで買いました布でございます。メーカーは不明ですけれども、ネイビーに白とグリーンのお花柄と、はい、で、はい、耳から耳ですね、幅がね、はい、で上下が切りっぱなしになります。でテーブルセンターとか、はい、こういうのもいいかと思います、はい、とてもはっきりしている綺麗なあの紺色になります、はい、これ4枚、これ4枚いいですね、はい、4枚ございます、はい、ちょっと物作ったりもいいですよ ね、 そうですね、バッグとか、はいはい、で次はムーミン柄でございます、はい、全部上下左右切りっぱなしになっております、はい、かわいいですね、かわいいですね、うん、でベースがライトグリーンなんですけど、ちょっと蛍光色っぽい感じの、なんていうのかな、ちょっと難しいですね、まあ、ライトグリーンとはちょっと言えないような、はい、爽やかな若草色でもないですね、うん、すいません、ね、で写真の方から 色はご確認ください。結構あります、はい、でこれもテーブルセンターへの加工もいいですし、またまあこんな感じですかね、はい、棚の目隠しにもおすすめでございます。はい、牛さんが可愛いですね、はい、でこちら先ほどのムーミン柄と同じなんですけど、今度は長いです、大きいですね、はい、仕切りにしたりですかね、はい、でこちらも上下左右すべて切りっぱなしですので、お使いの際は縫製していただく加工が必要かと思います。壁にね、飾ってもいいです、飾ってもいいし、はい、手袋する、お子さんがいるね、ご家庭なんかはいいと思いますよね。かわいい、かわいいですね、はい、はい、出ます。次、こちらもメーカー不明でございますけれども、ベースがきなりにグリーンのドットという感じですね。左右が縫製されてて、上下が生地の耳になりますので、この生地幅の布ということになります。で、テーブルクロスとしてもおすすめ、ちょっと熱風があったりするんですよね、はい、折り傷というか、まあ、熱風がいっぱい入っているような、それが風合いとしての、うん、生地になりますので、ところどころに殻が一緒に織り込まれて、非常に風合いのいい、うん、味わいのある、ね、味わいのある、はい、生地でございます。緑のドットが可愛いですよね。そうですね、はい、はい、でこちらはフィンレイスンの布でございます。ちょっと長いですね。長いです、こんなもう座長係さん、しっかり仕事してください。はい、これ長いです。フィンレイスンの既製品が、まあ、オーダーメイドのカフェカーテンですね、これね。そうですね、後ろにですね、こういうカーテンみたいなこう加工したものがついてるんですが、まあ、特に何か引っ掛けられるわけじゃないんですけれども、まあ、こんなものが
後ろについてます、はい、半分にすると、はい、でこちらがフィンレースのタグがついておりますこちら、はい、で半分にするとでもこうオレンジ色が温かみを感じてで不揃いなこう小さなドット柄が可愛いですよね。こんな感じです。私のこういう感じでしょうかね。はい。でまあ棚のあれなんですかね。そうですね。こういうのもおすすめでございます。うん、はい。こちらはメーカー不明でございますけれども、フィンランドで買いました布と。でベースが非常に濃い山吹色になりますね。そうですね。はい、うん。でテーブルクロスなんかも、うん、鮮やかでいいですね。春らしくて ね、なんかいい感じでございます、はい、で縫製と、はい、で2枚あるんですけれども、あの縫製してある箇所とないところはそれぞれ違いますので必ずお買い求め前にご確認ください。ではい、こちら来ました、当店でも何度かご紹介しておりますけれども、フィンランドタンペラ社の布でございます。でタンペラ社というのは1980年代の初頭にもうすでに廃業してしまったので、うん、フィンランドでも流通量の少ない布でございます。なかなか初めてのうちも初めての入荷です、ね、この柄は ね初めてになります、はい、白に、ブラウンの斜めストライプとなります、はい、でこちらに、タンペラ社のロゴが入っております。上が上にでこれなんかカーテンとして使えてたみたいで、やっぱりそのようなこうカーテンの仕様になっております。こんな感じになりますね、はい、でフィンランドではなんかこう日本と違ってこうレールにつけるんじゃなくてこういうふうに引っ掛けてお使いになることがあるみたいです、はい、であと下の方も13センチぐらいでしたっけね、はい、だいたい13センチのところで折り込んで、縫製されております、はい、なんかあのアーリッカの人気の渦巻きの缶の柄のようですね、うん、そうですね、アーリッカの缶みたいな感じで、はい、これも部屋のなんか壁かなんかも非常にいいですね、いいと思います、はい、で2枚あるんですよね。2枚ございますので、コンディション違いますんで必ずコメントの方を読みになってお買い求めください。はい、よろしくお願いします。でこちらは、無名でございますけれども、フィンランドで買いました布になります。で四方が縫い幅約1センチで完全縫製されておりますので、テーブルクロスすぐ使えますね既製品かと思います。なんかいいですね、春らしく、いいですね、春っていう感じしますね、華やかに、はい、私たちの気持ちも、はいはい、気持ちが明るくなります ね、はい、でこの白をベースに、山吹色ちょっと濃いめの山吹色ですね、になります、はい、でこちらは、マリメッコ社の、石本藤雄さんデザインのコルシでございます。で赤と白のストライプ、1989年のものなんですね。1989年のヴィンテージでございます。非常に、はい、希少な布でございます。すごいコンディションはいいですよね。コンディションはいいですね。あの生地の擦れ感とかシミとか汚れはございません。非常にコンディションはいい状態で、はい、なります。ちょっとテーブルに、テーブルクロスなんかも華やかで、いいです ね、華やかになりますね、はい、またはい、で最後はあの小さい生地のご紹介です、はい、でこちらは後であの写真も、載せますけれども、まあ、こんな感じで写真、はい、であの赤のムイヤでございます、はいはい、赤のムイヤってなかなかないですね。なかなかないですね。で同じ、寸法コンディションのものが、5枚ご用意しております、はい、で
ちょっと小物作ったりもいいですよね。小物作ったりとかいいですね、うん、で生地コンディションも良好です。大変良好でございます。はい、はい、でこちらはおそらくフィンランドのテーブルセンター、うん、そうですね。ちょっとこう中央にあと花瓶を置いたりとかね、うん、いいですよね。いいですね。これリンゴの絵ですか。はい、リンゴがこう並んでて可愛い柄でございます。で、ベースが濃いブルーと、はい、でちょっと水に濡れたようなシミがですね何箇所かございました。あと白い汚れがあるんですけれども、私的にはさほどこう気にならないレベルかな、うんうん、まあ、それ以上にちょっと絵柄が可愛いんでね、なんかちょっと使ってみたいなっていう感じの布でございます。はい、はい、でこちらはミニウニッコですね、ブルーの、で何かに使ってたみたいで、まあ、こんな生地幅こんな感じで縫製されてて、こっちは切りっぱなしの状態なんですけれども、なんかほどいてねまた何かにリメイクしていただけたらと、いいですよね、はい、うん、おやつマットとかコースターとか、まあ、テーブルセンター、センター、はい、なんかこうね、はい、います。で次はマリメッコのピッコロ柄でございます。ブルー系にライトグレーのストライプという感じ、うん、生地コンディションも特に問題なく、いい、ね、はい、この手書きがいいですよね。そう、手書きのようなストライプが、あの結構究極のパターンで意外と人気なんです、はい、でこれ大きく使っていただくよりもできるだけ小さく部分使いしていただくと非常に有効でございまして、あのコースターとかおやつマットの部分使いにこのパターンを使っていただくと非常にそうですね、いいんですね、うん、はい、あとはお好きなようにね、はいはい、でこのブルーあとブラックホワイトですね、うん、こちらもございます。ちょっと生地質はねそれぞれ違いますが、違いますね、うん、はい、あとグレー系ですね、グレー系もございます。これおそらくこの距離だとただのグレーに見えると思うんですけど、ほんの少しブルーが入ったような微妙なちょっと、うん、あのグレーですので、から写真の方から色はご確認ください。で最後は、ちょっと渋めの色です。渋めですね、ブラウンとグリーンと、はい、縦にするとパッチワークのこう仲間入りもいいかもしれませんね、はいはい、以上が、布のご紹介でございます、はい、あとですね、あのこちら一度ご紹介以前にもしたことあるんですが、まあ、若干ですが、プケッティのペーパーナプキンが再入荷しましたので、ブルーとピンクです。小さい方と大きい方、はい、それぞれ若干量ですので、ぜひお友達のプレゼントとかね、これからちょっとおやつとか食べるときにぜひお茶のお供に添えていただけたらなと思います。はい、はい、お願いします。